韓国サンバウルとの練習試合を行いました。守備走塁のミスも目立った大乱戦となりましたが、開幕一軍生き残りをかけて登板した若手の中では、95年のドラフト1位細見が2イニングを3人ずつとピシャリ。大谷監督も相手に向かっていく気持ちが出ていたと、まずは合格点。駒田と両外国人を除くほぼベストの打撃陣では、才木がツーベース3つの5打数5安打3打点。4番に座った鈴木は第1打席で相手韓国チームに名刺代わりのどでかい一発。結局3安打5打点と期待に応え、キャンプイン前からの課題、飛距離をアップすることを意識した練習の成果を見せつけました。僕が求めている理想のバッティングに、まあ、少しは近づいたかなって自分でも思ってます。もうすごいいい刺激になってます、フジテレビさんは。はい、今日も意地の一発です。迎えての練習試合、若手中心のファイターズに対し、ほぼベストメンバーのベイスターズ、マウンドにはキャンベル、河村、森中の新戦力3人が上がります。先発したキャンベルは得意とする変化球のコントロールが定まらず、苦し紛れに投げたストレートを狙い打たれ、3回を投げて被安打5、3失点。ストライクとボールがはっきりしており、キャンベル本来の持ち味にはまだまだ調整が必要と思わせる内容でした。そして4回からは注目のルーキー河村がマウンドに。立ち上がりはテンポよくストレート主体のピッチングを披露します。パリーグ去年の新人王金子誠も今日最速142キロのストレートでショートゴロ。しかし続く5回には変化球で簡単にストライクを取りに行ったところを連打され、0点には抑えたものの、本人はコントロールの甘さなど内容的には不満足の様子でした。そして河村の後を受けたもう一人のルーキー森中は2回をヒット1本に抑え、ランナーを背負ってのピッチングが課題と言いつつも、前回の紅白戦でできなかった力で押す投球ができたとほっとした様子でした。まあ、一応0点には抑えたんで、まあ、いいかなっていう程度で、あまり内容にはあまり満足してません。変化球の制球力と、あともう少しまっすぐ低めのコントロールだと思います。なんか不安は多少あったんですけど、なんとか開き直って思い切り行くことができました。とりあえずナイスピッチングと声かけてもらったんですけど、まだじゃないですかね。一方ファイターズもルーキー投手3人が登板しましたが、中でもドラフト2位の今井が2回をヒット1本0点に抑える好投を見せ、上田監督も第1次試験とは言いつつも、まずは合格点を与えていました。試合は足の張りを訴えた鈴木がスタメンを外れたものの、レギュラークラスを揃えたベイスターズがローズ、駒田、セルビーの連打で初回に4点を挙げ、結局7対3でファイターズを下しています。先ほどツーベースを打たれた片岡に今度はツーランホームランを打たれてしまいます。片岡の方はしかしまあ絶好調ですね。もう完璧で言うことはないですね。そうですね。さて河村はその後田口にもスリーランホームランを浴びて、今日は3イニングスを投げて被安打7失点7。リードした谷繁はピークに達しているキャンプの疲れを全て取り除いてからもう一度見てみたいとコメントしていました。そしてもう一方のルーキードラフト2位左の森中なんですが、こちらのピッチングはどうでしたでしょうか。低めに制球されてましたしね、ランナーを出してからでもその乱すことなく投球できてましたね。はい、2イニングを投げてフォアボールに1三振。大谷監督もまずは合格点を出していました。さあ試合7回ベイスターズ点差を詰めて7対4という場面で、今季4番が期待される鈴木なんですけれども、キャンプの時から4番を意識しましてね、ずっとやってまして、このホームランっていうのは非常に自信になったんじゃないでしょうかね。鈴木のスリーランホームランです。結局試合の方は7回にベイスターズ5点を挙げて同点に追いついて、そのままゲームセット。両チームオープン戦初戦は引き分けに終わっています。まあ、この場面はですね、ランナーサードでですね、外野フライが落ちてて、やっぱりきっちり高めを叩いてますよね、落ち着けて。ただ非常に内容のあるそのヒットでしたね。また逆にですね、ここはランナー一塁で引っ張りたいんですね。一塁間が空いてますから、はい、ここを初球からちゃんと引っ張れてる集中力の高さを非常に感じました。今シーズンも期待できますね。できますね。そして注目のベイスターズの、ルーキーのピッチャーなんですけれども、川村ですけどもね、非常に緊張してましたしね。そうですよね。やはりちょっと疲れてるなという感じは受けましたね。ですから今日のピッチング、打たれることも勉強ですし、今日はいい時に見てみたいですね。そうですね。さあもう一方森中なんですが、左に対して制球を乱すことなく非常に落ち着いて投げてましたね。うん、
まあ、両チームともキャンプの成果が随所に見られていると言ってよろしいでしょうか。そうですね、まあ、あの日本ハムの方はあの中継プレーは見事でしたし、あの横浜の方はあの外野フライが欲しい時にちゃんと外野フライを打ててる、だから非常に内容的にはいいゲームだったですね。はい、戦と同じ対戦ですよね。そうですね、ですから、まあ、今日は横浜はね、はい、仕上げの、まあ、時ですから、まあ、中日を意識してね、はい、いいメンバー組んできましたよ。そうですね、はい、そして両チームとも新外国人投手の先発となっています。ベイスターズはローテーション入りの期待がかかるキャンベル、この投手がいろいろな球を投げます、特にね、僕は初めて見たんですけどもね、変化球のコントロールがいいし、はい、ピッチングが非常に丁寧でね、コントロールをこう中心に投げてきましたけどね。4回を1失点に抑えています。一方ドラゴンズウィリアムズはストレートが浮いて不安定、はい、こちらはね、もうストレート、まあ、ボール特にはっきりしてましたから、単調なピッチングでしたね。これは3回のベイスターズ先頭の石井がヒットで出て、すかさず2番の春が送る、こういう形、はい、やはり横浜としてはチャンスに、まあ、いい形を作る、確実にランナーを進めて、はい、まあ、こう鈴木がね、こう打つわけですけども、ツーアウトから4番のタイムリー、はい、まあ、ホームランも昨日出てますし、ヒットも打てたということで4番の重責を十分果たしましたね。さらに駒田セカンド強襲、そしてライトパウエルがカットマンに返さないところをすかさず見て2塁へ、はい、まあ、今日は横浜のいいところがね随所に出てくるわけですけども、打線のつながり、勢いっていうのをね感じましたね。そうですね、まあ、打つ方、走る方、つなげていく野球です。この駒田の走塁が進藤のタイムリーへとつながっていきます。まあ、一人一人の選手のね能力がいいところで、もういい形でこう出てきたんじゃないですか。そうですね、この回はまさにイケイケ状態だったベイスターズですが、今日は1番石井、いいバッティングしてましたよね、はい、まあ、3安打打つわけですけどね、レフトにこう流し打ちも見事でしたけども、この強い振りのねホームラン、はい、石井目立ってましたね。そうですね、はい、ベイスターズが2番手小木山、3番手戸賀野もいいピッチングを見せまして8対2で勝っています。さて今日はベイスターズが目指す野球のいいところが随分出ました、はい、特に走塁面ですね、はい、積極的な走塁、まあ、チームの全体にね大谷監督が選手にこう求めているもの、それをゲームで実践できたんじゃないですかね。そうですね、相手のちょっとした隙をこうやって進むように狙う、はい、そして、まあ、走る野球となるとね、やっぱりこの石井の足ですよね、ですから、まあ、この時期はね、はい、やはり機動力のあるチームが仕上がりが早いなっていう印象がすごく持つんですね、一方中日の方はちょっと打線が湿りがちかなと、うん、これからですね。そうですね、はい、ちょっと対照的な両チームでした、沖縄宜野湾市営球場のゲームでした。はい、まあ、4番鈴木がいいかなと思うんですけども、これはまだ正直言って決めかねてます。結局最終的にああいう凡ミスが出ますからね、なったらやっぱりもう何回か荒川はもう守備を変えなきゃいけなくなるというふうになってしまうと思うんですよ。だからああいうところがしっかりしてくれば、まあ、4番というふうになるでしょうね。やっぱり打つだけでなかなか4番というのは難しいと思います。特にうちの場合は、今日抑えてからいるわけですからね、